中道町は山梨県東厚代郡にあった町である。2006年3月1日、上杭式村の一部地域とともに甲府市へ編入され消滅した。町名は甲州と駿河を結ぶ古代以来の脇王冠である、中道王冠と若彦の中間であることから、に由来する。町長唱は中道の図案家。平成の大合併以前の山梨県における町の中で、 白根町、串形町、厚生町、四季島町、上野原町、白州町、川口小町とともに数少ない町と読む自治体であった。甲府盆地の南東端に位置する南の玄関港。縦長の町域で国道358号が南北を貫く。北部は笛吹川中流左岸の河岸定地で笛吹と合流する滝戸川が中央を流れ、 市街が展開。南部の三坂山地から続く、根丘陵で、前面には昭円丘がある。南部は三坂山地に属する。うば口峠付近から北西房正面奥は、八ヶ岳海町静香古墳。曽根丘陵は、高深夜に形成され、上部は厚いローム層で、旧石器時代から古墳時代に至る遺跡が数多く発掘されている。 旧石器時代の遺物が出土している立石遺跡に始まり、縄文、弥生の遺跡として、縄文中期の集落のあるう口の上野原遺跡、下校山の上野の平遺跡などがある。弥生時代の遺跡では、米倉山山町の正淵遺跡、宮野上遺跡、東山北遺跡、立石遺跡などが分布し、上野平遺跡の包茎修行母群はこれらの、 共同貿易であると考えられている。古墳時代には、中道王冠を経て、東海地方から流入した古墳文化が、曽根丘陵において展開され、盆地最古級の古墳で、県内唯一の前方後方墳である、小平沢古墳をはじめ、東山古墳群に属する前方後円墳の、大丸山古墳や四世紀後半の、海長静香古墳を最大とし、 はじめ丸山塚古墳など、機内的特徴のある大型古墳が集中しており、機内で確立した大和王権が、東国に影響を及ぼした、際の拠点にしていたと考えられている。調子図解後には、中道勢力は衰退し古墳の築像は、盆地各地へ拡散し、やがて古代海の国の中心地域は、盆地東部へと移行するが、町域でも東山地域に六世域の、 横穴式石室を持つ、高古博物館校内古墳や、銀像岩大島やバグ、銅湾などを伴う稲荷塚古墳の存在があり、古墳後期から古代にも有力豪族が存在していたと考えられている。古代には、八代郡白井里に否定されている。白井は白井郷の遺跡地と考えられており、古代海における中心地域であった山梨、 八代両軍の境界付近にあたる。平安時代後期には、海原寺が進出し、盆地各地へ土着するが、町域では、曽根市などを分出しているほか、鎌倉時代に、金沢流北条氏家臣、戦国期には、武田家臣となった向山氏などがいる。中道王冠は、古代から木の枝春斎丹の交通路として機能し、 中世から近世に66部開国の教書中世となった円楽寺や竜芸院などの寺院が創建され、会における修験仏教の根拠地となった。また、中道王館は軍道でもあったため、戦国時代には守護武田氏において、武田信濃と弟の油川信枝が争った際に、駿河国今川氏の支援を受けた信へは上、曽根の勝山城により抵抗しており、 しばしば今川市に奪還されて進行拠点とされた。武田家滅亡後の医療をめぐって発生した天正神後の乱においても徳川家康が勝山城を足掛かりにしている。河内路や若彦路の整備で中道王館の重要性は下がり、近世には米麦栽培の他養産や木綿など商品作物の生産が行われた。近代には身延線の開通もあり、 打撃を受けるが、果樹栽培や養豚などに力を入れている。近年は1964年の県道113号、甲府商人湖線や、1970年の甲府商人湖有料道路の開通、1982年の甲府南インターチェンジ開設など、交通基盤が整備され、企業や食品工業団地が進出している。また、 会長静か古墳は国の史跡に指定されたため付近は、曽根丘陵公園として整備され、1982年には山梨県立考古博物館、山梨県埋蔵文化財センターが閉地され、県内における発掘調査や考古資料の展示活動を行っている。高速道路一般国道都道府県道。ありがとうございます。